私はソラ。息子のフジが生まれてからもうあっという間に半年が過ぎた。おお、今寝返りしたぞ。この間はちょっとだけお座りができたんだよね。フジは成長が早いな。また母さんたちが5人で出かけたいって言ってたし、今度の日曜とかどう？いいね。ちょうど春物とか買いたかったし。息子がお出かけできるようになった頃から義実家と頻繁に連絡を取り合い交流している。どちらかの家に行くと遠いし、お互い気を使うということで両家の中間地にあるアウトレットモールで合流するのが恒例。もう来てるって連絡あったから。ああ、いたいた。こっちよこっち。こちらが義両親。お久しぶりです。お久しぶり。はい、これお土産よ。私のお手製の料理。義母は前回からなぜかこうして大量のお土産を持参してきた。中身全部生物でいつ作ったかもわかんないし、紙袋にそのままって。正直扱いに困る代物。はい、そらさんどうぞ。どうも。しかも毎度決まって私に手渡すんだよな。理由はなんとなくわかってる。コージ、フジをお願い。ああ、フジ君はバーバのところにおいで。また重くなったかしら。義母は即座に息子を抱っこすると、それから一日中ずっと話さなくなる。私は荷物持ち、義母は孫に付きっきりで楽しそうという状態が夕方まで続く。フジが生まれる前はそこまで交流なかったから気づかなかったけど、これってどう考えても嫁いびりだよね。それに、ああ、フジ君どうしたの、じっとしてて。おい、子供を落とすなよ。大丈夫よ。いざとなったらパパが受け止めてくれるものね。おいおい、あの和気あいあいとした空気も義母にとって喜ばしい状況なのだろう。疎外感。こっちは両手で食材抱えて後ろをついていくのがやっとだってのに。そら大丈夫、荷物持つよ。あ、そんなに重くないのよ。だって私が持ってこれたんだもの。若いソラさんが持てないはずないわよね。でもしょうがないからちょっとだけ手伝ってあげるわ。ほら、コージはフジ君を抱っこしてパパなんだものね。ああ。義母は是が非でも荷物の重さを他の二人に気づかせようとしない。そしてしばらくすると、ソラさんどうしたの、置いてっちゃうわよ。あれ、いつの間にか全ての荷物が再び私の手に集約されている。くそ、あんないびりに負けてなるものか。すみません、今行きます。そんな苦節の交流 N 度目において、アイスラさんお土産ね。毎度いつもご丁寧にどうも。うん、なんか冷たい。中身漏れてる。茶色い煮汁がべっとり。お出汁の香りがプンプン。紙袋の中は汁物なのに蓋が固定できないやつ。しかもビニールで包まれもしていない。もはやここまでが全てセオリー。やだ、バッチー。ソラさんたらドジなんだから。私が悪いみたいに言うな、すりおろすぞ。こら、人の失敗をそんな風に笑うんじゃない。これくらい洗ってくればいい話だろ。コウジ、お父さんフォローしてくれるのは嬉しいけど、これ私の失敗じゃないんです。ごめんなさい。結局私は一人トイレで服のシミを洗い、義母は叱られつつも夫と息子に囲まれ悠長に孫をあやしている。完全にお母さんの一人天下だ。あら、家庭的な雰囲気の若奥様かと思ったら出汁の効いたソラさんだったわ。久しぶりに切れちまったよ。そして次の交流日、おなじみのお土産ね。はい、ソラさん。あ、はい。コージ持ってくれる？え、ああ。え、そソラさんに渡してるのよ。いやね、いつもみたいに受け取ってよ。なんで？俺でも別にいいだろ。あっ、ちょ、え、おもっ、なんだこれ。これから歩くってのにこんなもん持ってきて、アホか。帰るまでずっと持ってろってのか。こんなの自分で持てよ。帰る時に受け取る。え、そんな、だっていつもソラさん持ってくれるじゃない。ああ、コージ俺が持つよ。って、おもっ、こんなに重かったのか。何が入ってるんだ、ダンベルか。なんてな、アホか。自分で持ってろ。ひひ、乗りツッコミ。明らかに非常識な荷物の重さに、義父もこれは義母に非があることを悟る。私は夕方まで息子を抱えていたが、身も心も軽かった。う、重い。ちなみにもちろん荷物の中身は前回と変わらず、神サーカーの神防御。いやー、ビリバシャ。初あの出汁。もういや、あんたたち何も思わないの？大変な思いしてる私に気を使わないの？自分たちさえ良ければそれでいいの？アイスブラッドマン。は？その荷物がそんなに重いとは知らなかった。いつもそんなものを息子の嫁に持たせていたなんて。お前こそまだ産後間もないソラさんに気が利かない。それに前回もカツオスープが漏れたのに、なんでまだ対策してないんだ。全部自業自得だ。すまなかったソラさん。いえ。捨てるの？違う、捨ててるのさ。帰るわ。義母、かっこ煮汁付きを追いかけた義父は最後までこちらに頭を下げ続けていた。ずっと平気なのかと思ってた。あんな思いにも突きつけなくてごめん。私もちょっと意地になっちゃってた。ごめんね。その数日後、早速義母から便宜要請の電話が来た。ソラさんは平気なのよね、あのお土産。あはん。旦那やコージにそう言ってくれない？この間から私ばかり悪者にされちゃって。すみません、いつも我慢してました。もっと早く言えばよかったですね。え、でも。じゃあこれからあなたは会う時いつも手ぶらでいるっていうの？はあ、まあ
子供もいますし手ぶらの方がいいですよね。夫の両親に会うのにそんなに楽してるつもりなの？ちょっと自己中なんじゃないの？夫の両親を立てるということは知らないの？はあ？何が言いたいんだこの薄汚なグリーン。手ぶらでいないこととご両親を立てろということが私の中で結びつかないのですが。だからあなたは荷物を持って後ろからついてくるの。私と夫と息子は孫を連れてちょっと先を歩く。嫁が手ぶらでのんびりなんてとんでもないわ。出産したからってあなた何か勘違いしてるんじゃない？ちやほやされて当然のように構えてるんじゃないわよ。やかましす。義母が独自理論を展開し始めたので、そちらがそういう方針なのでしたらその件は浩二さんと相談してみます。え、ちょ待ちなさい。で、息子の浩二さんは今のお母様のご意見についてどうお考えでしょうか？それは直接母に伝えよう。黙って聞いてりゃ何言ってんだあんたは。この間のも全部わざとだったのか。なんで意味もなく相手に負担をかけてるんだよ。こんなのただの嫌がらせだろうが。あの違うの浩二、それはあの言葉のあやというか、あの問答無用。そっちがその気ならもう金輪際俺たちは会わないからな。クジにも会わせん。そんな、これでしばらくは義実家と疎遠になりそうだわ。めでたしめでた。浩二、フジが捕まり立ちしてる。なに浩二、ほら今ちょっと歩いたよ。見たい、私も見たい。絶縁中だ、反省しろ。正直ナイスタイミング。私はソラ、在宅ワークでお仕事しながらコーチと新婚生活中。ピポンだ、アチャラシース。わさびさんとお母さん。あらあら、わさび鍵持ってるからって勝手に入っちゃダメよ。お母さんも入ってきちゃってますけど、こちらは義母のクロハと義士のわさび。いつもこうして突然我が家に現れる。あれ、コーチは仕事？はい、今日は珍しく休日出勤で。あら、そうなの？せっかく会いに来たのに。それよりソラさん、どう？生活には慣れた？はい、これ筑前煮作ってきたから夕食の足しにしてね。はい、おかげさまで。ありがとうございます。アポなし襲来にはなれない。ソラさん、お腹空いたんだけど、なんかない？ソラさんどうせ暇でしょ、なんか作って。いや、今仕事してたんですが。いつもみたいにお絵かきしてただけでしょ。いいからなんか作ってよ。あ、はい、簡単なものでいいですか？チャーハンとか。チャーハンか。わさび、わがまま言わないの。ソラさんはお仕事してるって言ってたでしょ。お母さん、チャーハンで我慢しなさい。まあいっか、ハンバーガーが良かったな。結局作ることにはなるんですね。あら、ソラさん、私が料理研究家だからって緊張しなくていいのよ。何も採点しようなんて思ってないんだから。それに誰でも得意不得意はあるんだから。そういう意味じゃないんだけどな。クロハは自称料理研究家。こうは言っているが、私が料理下手なせいか、クロハが無自覚なのか、人の料理にはかなり厳しい。てん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 。チャーハンは火力が命よ。そんなフライパンじゃ本領発揮できないわね。中華鍋ないの？買ったら？まだ揃えてなくて、今度買っておきます。ねえ、お腹すいた、まだ？少々お待ちを。コージ曰く、お母さんに溺愛されて育ったわさびさんはとんでもなくわがままなんだそうだ。確かに。お待たせしました。もう遅いよ、ソラさん、お腹わさわさなんだから。ソラさん、意外と手際悪いのね。チャーハンはスピードも命よ。はい、すみません。やっぱ母さんの料理には勝てないね。ソラさん、ちょっと塩分が多いわ。毎日こんなの食べてたら体壊しちゃうわよ。気をつけます。その夜。ただいまって、うわ、ソラどうしたの？おかえり。実は今日お母さんとお姉さんが来て。また勝手に来てたのか。お母さんは全然いいんだけど、わさびさんのわさママがすごくって。はあ、姉さんは空の仕事を何だと思ってるんだ。毎回突然来るのやめろって何度も言ってるのに。おかげで昼に仕事集中できなくて、今夜は徹夜確定だよ。本当ごめん、今日こそしっかり注意しておくから。そらちゃん、クエンしないの。コージはその場でわさびに電話し、きつく注意してくれた。わさー。そして数日後、あれ、私は義母に誘われ、ギフとわさびと共にショッピングモールへ買い物に出かけた。おい、そろそろ昼にしないか。あら、もうそんな時間？今日はお寿司にしましょう。ソラさんに特上寿司をおごってあげるわ。あのすみません、私生魚は食べられなくて。いい年して好き嫌い、子供っぽい。いえ、アレルギーで。そうだったっけ、残念ね。でもうどんとか別のメニュー食べますし、気にせずお寿司屋さんに行きましょう。いらっしゃいませ。うまー、ほんとの最高。こんな美味しいものが食べられないなんて、ソラさんかわいそう。どうぞお気になさらず、うどんも美味しいですよ。ソラさん、カッパ巻きなら食べられるだろう。俺のをあげるよ。お食べよ。いいですか？まあまあ遠慮するなよ、うどんだけじゃお腹が空くだろう。すみません、ありがとうございます。いいってことよ。何よ、父さんはソラさんに甘いんだから。ムカつく。せっかくおごってあげようと思ったのに、お寿司が食べられないなんて。後日。ソラ、今週の土曜だけど、母さんが実家に夕食を食べに来いってさ。なんか知らないけど、腕によりをかけてごちそう作るって張り切っててさ。そうなんだ、うん、わかった。大丈夫？嫌なら断ってもいいよ。いや、そうじゃな
くて。ほら、私魚介アレルギーでしょ。この前のお出かけの時はお寿司屋さんだったし大丈夫かなって。そうだね、母さんには念を押しておくよ。うん、それなら大丈夫。お母さんの本気の料理も食べてみたいし。そして若干の不安に包まれた食事会の日がやってきた。ピンポン。待ってたわ、二人とも。さあ入ってちょうだい。お邪魔します。これは寿司。なんとテーブルには大量の寿司が並んでいたのだ。母さん、一体どういうことだよ。空のアレルギーは説明しただろ。お母さん、こんなテンプレな嫌がらせを。わっさ、うわっ、先生、お母さんってばやるじゃん。空さんの実望顔。あー、おかしい、バカな子たちね。そのお寿司をよく見てみなさい。え、あれ、このお寿司もしかして魚じゃなくて。そうよ、空さんのために魚抜きのお寿司を作って肉や野菜を使って本物そっくりに仕立てたの。どや、わっさー。本当に魚介類はないんだろうな。王子ったらやけに警戒するわね。あなた見せてあげなさい。ほれ、 YouTube で母さんが料理チャンネルやってるから撮っておいたんだ。本当だ、魚介類が全く使われてない。すごい、お母さんいつの間に YouTuber になったんだ。ソーラさんがかわいそうでね、お寿司が楽しめないなんて。ちなみに野菜のお寿司はベジタリアンやヴィーガン料理を参考にしたのよ。まったく世話のかかる嫁なんだから。さあさあ、みんないただきましょう。ありがとうございます、お母さん。いただきます。うわー、すごく美味しいです。すごいな、この軍艦巻きなんてウニの味がするよ。それはお豆腐でできてるのよ。味の調整に苦労したわ。母さんは料理の天才だな。わささささ、ソラさん、お酒もっと飲んだら。わっさっさっさ、面白くない。ありがとう、わさびさん。あ、お酒弱いんでそのくらいでいいですよ。まあまあ、そう言わずに。思いもよらないお母さんのサプライズでとても楽しい食事会になった。私はどうやらお母さんのこと誤解していたみたいだ。今度作り方教えてください。いいわよ、もちろんウェルカム。あー、お腹いっぱい、いい気分、幸せ。よかったな、俺たちの不安は気のせいだったな。ソラ、ソラ、息が苦しい。ソラどうしたんだ。待ってろ、救急車呼ぶから。私は急に呼吸困難に陥ってしまい、救急車で病院へ運ばれた。すぐに治療ができましたので、ソラさんの命に別状はありませんが、魚介アレルギーによるアナフィラキシーショックを発症したようです。呼吸困難に加えてジンマシンも出ていて症状が重い。今日の食事に何か魚介類は含まれていなかったですか。そんなのありえないわ、魚介類は一切使わなかったもの。もちろん調味料にも入っていないことを確認したのよ。うん、母さんは関係ないよ。でも一体どうして。ああ、そういえば夜食に買っておいたマグロの刺身が冷蔵庫から一切れなくなっていたな。でもソラさんが食べるはずないし。マグロの刺身。そういえば、ソラを抱き起こした時枕に赤いシミがあったな。一瞬吐血したのかと思ってびっくりしたけど、そうじゃなかったみたいだし。となるとあれは、わしゃ。姉さん、そこで何してるの。わさー、コージー、病院に行ったんじゃなかったの。気になることがあってタクシー飛ばして帰ってきたよ。さあ、その袋の中身を出して。な、何するわさー。キャーン。やっぱり痛いわさー。離せ離せ。ピー。ちょっと一体どうしたの。姉さんが空の枕にマグロの刺身を仕込んでたんだよ。なんだって、わさびがそんなことをしたのか。なんてこと。空さんはアナフィラキシーショックで危うく死にかけるところだったのよ。それに食べ物を粗末に扱って。ピエピエ、私、空さんがお母さんに可愛がられたのが気に食わなかったの。だからちょびっと痛い目に合わせてやろうって思っただけだわさ。なんで少しマグロに触れただけで死にかけるわさ。そんなの空さんの体がおかしいのか悪いかわさ。姉さん、いい加減にしてよ。食べ物のアレルギーっていうのは命に関わることなんだぞ。言う通りよ、わさび。さっきお医者様に聞いたけどね、今回はお酒を飲んでいたからアレルギー症状が悪化して、治療が少しでも遅かったら命を落とすところだったのよ。え、そんなにひどかったの。ごめんなさい。お前は些細ないたずらをしたって感覚だろうけど、これは立派な事件だぞ。どうする、クロハ。ソラさんに申し訳が立たないし、警察に連れて行くか。ポリス。待って、警察だけはやめてあげて。わさびは本当は優しい子なのよ。魔が差しただけなのよね。それについつい私が甘やかしてきたのが悪かったんだわ。ソラさんが回復したらちゃんと謝るのよ。お母さん、聞け、謝るだけなら何ぼでもできるわさ、チョロ。あと、これから家を出て行きなさい。いい仕事場を紹介してあげるから、そこで反省するのよ。その後、私はすっかり体が回復して退院した。よかった、ソラ。もう大丈夫だよ。そして数日後、やっぱ羽。この前は本当にごめんなさいね、ソラさん。私にもわさびを甘やかした責任があるの。私が厳しくしていればあんなことには。いえいえ、わさびさんからもたくさん謝られたので、もう気にしないでください。それよりお料理の盛り付けいかがですか。よさにしか引き抜けない人参です。あら、よくなったじゃない、パエル。ソラさん、筋がいいわ。今度私のチャンネルに一緒に出ない。考えておきますね。ちなみにチャンネル名何ですか。皮ごとクックっていうの。あの二人
り最近仲いいな。そうだな、いろいろあったけど前よりいい感じでよかった。そういえばワサミさんは今どちらに。ああ、あの子はね、いい仕事待って強制員ちゃん、もう酒とは見たくない。私はソラ、今はお姑さんのくるみさんとまったりお茶。ちょっとくるみ、おっと邪魔が入った。わさび、一体どうしたの？ってかどうやって勝手に入ってきたのよ。嫁が子供を連れて出ていくって言うのよ。助けてちょうだい。実家に帰らせていただきます。それを聞いてついにかと思ってしまった。なぜならこのわさび、あきゃー、近所でも有名な超クソ姑なのだ。窓の察しは指でツツーってやるためにあるのよ。ちなみにお母さんとは幼馴染らしい。5年前にお嫁さんが来てからというもの、飽きもせず毎日おめいびりしてる声が隣の家まで聞こえてくる。こんな味付けで妻の務めが果たせると思ってるの？今日もやってる。家の中だけではなく外でも嫁の愚痴三昧。本当にうちの嫁はバカだし容量悪いし愛想も悪くて嫌になっちゃう。まあ大変ね。うわー、よやるわ。聞けば夫の柳くんも、はあ、仕事で手一杯なんだ、家庭のことはうまくやってくれよ。そんなとノータッチらしい。いくら我慢強いかすみさんでも姑がこれじゃ逃げたくもなるわ。うちはいいお姑さんでよかった。ぐるみ、あんたからもなんか言ってやってよ。私たち親友でしょ。ではないけど、じゃあソラさんも一緒に来てくれる？同年代の子がいた方が落ち着くかもしれないし。私、はい。まさかお母さんわさびの味方しないよね。そして隣のわさび宅へ。かすみさん入るわよ。くるみさん。かすみさん一旦落ち着いて。決断を急いじゃダメよ。勢いで離婚なんてよしましょう。子供たちも不安がってるわ。離婚する気概があるなら何でもできるわ。泣いて逃げる必要なんてないのよ。そうよ、あんた一人で子供育てられるわけないでしょ。一人でやっていく強さがあるならクソババアを追い出せばいいのよ。そうよクソババアなんて。くるみ、何言ってる？だってそうでしょ？女一人で仕事して家事して子供育ててってするより、ババア一人追い出す方がずっと楽じゃない？柳くんもよ！君のことは子供の頃から知ってるから、自分の母親が苦手で強く出れないのも分かってるけどね、あのババアだし！自分で惚れて選んだ嫁を守れなくてどうするの！柳くんはね、優しいいい子よ。でも母親が絡むとダメなのよ。なら簡単よ。このクソババア抜きで暮らせばいいのよ。そうしたら円満解決じゃない。あの、かすみ、俺、柳くん、ちょっと待ちなさいよ。何いい雰囲気になってんのよ。いたんだった。黙って聞いてりゃ。くるみ、あんた何しに来たのよ。ここは同じ姑同士味方になるところじゃないの。あとババアって言い過ぎじゃない？何言ってるのよ。私は私が正しいと思うことを言うわ。姑で一括りにしないでくれる？お母さん、死ねる。もういい、こんな女とは離婚よ。出て行きなさい。いいわね、柳。ただし富士ちゃんは置いて行ってもらうわよ。後取り息子なんだから。ババアがいじめる。ちょ、お母さん何言って。そうだわ、かすみさんなんてしてて早く新しい嫁をもらえばいいのよね。そうしましょう。パパ、分かった、決めたよ。柳ちゃん、分かってくれたのね。母さん出て行ってくれ。金輪際うちの敷居はまたがせない。サビ抜きですか。何って、緑同士仲良くやりましょうよ。代わりなんていない。俺の大事な妻と子供なんだ。物みたいにいるいらないって、そこまでクズババだと思わなかった。かすみ、本当にごめん。もう一度だけチャンスをください。柳くん、そんな、そんな、私の柳ちゃんが。まあ二人目も遠くないかもね。私何のために来たんだ。何もしてねえ。しょうがねえ、最後のナレーション頑張るか。その後、わさびは怖いわさび姉のいる実家へ引き取られたらしい。農家さんらしいので、まだ50代のわさびなら働き手になるだろう。大好きで、ちょうど働き手が欲しかったのよ。さあレッツロード。かすみさんと柳くんは少しずつ夫婦の仲を取り戻しているようだ。いやしかし、お母さんかっこいいな。コーチのお母さんとは思えないくらい。うんだろ。なぜ息子はこうなった。私はソラ、私のトメは嫁をいびるのがピカイチ。その名はドゥルルルルルクルハさん。何度言ったらわかるの、バカな嫁ね。
と言っても私夫婦は別居しているので。ただいま。こんにちは。おかえり。私がクロハに会うのは年に数回程度。ドン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 。ちょっとそんな人参の切り方見たことないわよ。恥ずかしいわね。あなたのお母様どんな教育したのかしら。はっ、これはただのストレス発散なのでほっといてください。次はお前だ。そして私は強かったのでそこまでいびられることはなかった。ほれ、コージ餌だ。ありがとう、ソルチン。でも私は知っていた。理系嫁でクロハと同居していたカスミさんがいつも泣いていたの。クロハのことだ。本当に使えない嫁なのよ。ああやだ、地味だしバカだし。毎日徹底的にカスミをいびっていたのだろう。カスミさん辛そう。私なんて幸せ者だわ。それでも嫁いびりが義兄の柳に知れてからは。ありえん、母さんずっとこんなことしてたのか。かすみたちはすぐに別居を開始。その結果、嫁いびりババアからだよ。また嫁いびりババアから電話だ。義兄夫婦に逃げられたとばかりにうちにすり寄ってくるようになった。分かったよ、ちょっと空に変わるから。お断りしたい。話は少し変わるが、しばらく前のこと。私蕎麦屋を始めることにしたの。もちろん開業資金についてはお前たちも協力してくれるわよね。え？もちろんそんな高値には兄弟夫婦全力で拒否したが、結局助けなしで開店手前まで進んでいるのでお金は持っていたはずだ。でね、ソラさん、お願いがあるのよ。え、書道ですか？はい、やってますけど。その電話は書道をやっている私に蕎麦屋の看板文字を書いてほしいという依頼であった。でね、立派な板でいいやつ作りたくて。屋久杉がいいかしらね。はあ、そしたら文字書いて手配しますよ。あら、ありがとう。じゃあ制作費はそちら半額でいいから、お祝いってとこかしらね。じゃあよろしくね、ガチャ。はあ、半額でいいって。ソラチン、何してんの？ただいま。クロハへのお祝い書いてんだよ。そう、イライラして筆を手に取った私だったが、書道とは不思議なもので没頭するうちに、あら、我ながら上出来。そのイライラはクロハの門出を素直に祝いたいという爽やかな気持ちに変わっていった。これを元にオデシャス。その後書いたものを取り寄せた屋久杉の板に彫ってもらい、クロハの蕎麦屋に設置。そして、うわあ、おいしいお蕎麦、嫁イビリアン一度は。いや、手前味噌ですが、この止め、跳ね、払い、傑作だと思います。これはすごい。母さんに似合ってるかもな。お母さん、おめでとうございます。私は後にも先にも人生であんなに怒り狂った人間を見たことはない。なんなのよこれは。 TikTok 載せよ。こうして黒羽は看板の修正に追われ、スカッとしたわ、ソラさん。いいんでござるよ。嫁同士の絆は深まったのであった。私はソラ、専業主婦で夫はコージ。今は訳あってコージ両親の家で同居している。しかしコージの両親というのが。ちょっとソラさん、ここ全然掃除できてないじゃないの。おい、ちゃあ、まったく気の利かない嫁だな。こんな風に典型的な嫁いびりシュートミアンドシュートだったのである。お母さん、そこはゴミ出しに行った後で掃除しますんで。お父さんもお茶は少しだけ割ってくださいね。ってか自分でやりてくれてもいいんだけどな。まったく使えないってられしないね。どうしてこんな人たちからコージが生まれたんだろう。ちょっと何もたもたやってんのよ。お母さん、これもしかしてお母さんがしてたんですか？あ、それね、なんか文句あるの？これ私宛ての手紙ですよ。なんて勝手に。うるさいわね。うちに来たものなんだから私が開けていいに決まってるじゃない。そんなわけ。嫁が怪しいことをしてないか見張るのは当たり前でしょ。文句があるなら出て行きなさいよ。あ、出て行くなら一人で出て行くんだな。そんなことがあり、耐えきれなくなった私はコージに相談した。コージ、後ろカクカクの鹿さんが通ってる。通りますよ。私もう東京耐えられない。コージはというと。ごめんソラ、分かった、今すぐ別居しよう。いっかかかかの角か。すぐに理解してくれ、同居を解消することを約束してくれた。大体同期で余命宣告されたから一緒に住んでピエンっていうのもめっちゃ嘘だったし、これ以上俺たちが同居させられるメリットないもんな。そうと決まれば早速新居探しをしよう。後日。おめカクカクしてんな。おめ悪いな。ここいいな。新しいし立体駐車場もあるし。いいな、もうここに決めちゃうか。あ、でも何？よく考えたら俺もうすぐ仕事が繁忙期だから、すぐには引っ越しできないかも。あ、そうなんだ。じゃあまだここには決められないね。ごめんソラ、なるべく早めに引っ越しするから、あと少しだけ我慢してくれるか。うん、私は大丈夫だよ。そして私は別居だけを希望に日々を過ごすことにした。そんなある日のこと。あ、もうコージが言ってくれたのに全然嫁いびり収まらないし、引っ越しいつできるのかな。コージまだ忙しいのかな。忙しいんだろうな、今日もまだ帰ってこないし。わさ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 プルルルって考えて
てたらコージだ。もしもし。あ、ソラ、あのさ、俺帰るの少し遅れそうなんだ。でさ、多分もうすぐ俺宛ての荷物が届くと思うんだけど。はいはい。その荷物絶対開けないで。うん、分かった。なんだろう。聞いたわさ。絶対開けるなか。うわ、お母さんにお父さん。ピパン、宅配でサインお願いします。あ、はい。コージ宛て書き留めだ。荷物ってこれのことだよね。わさささ。なんですかお母さん。間違いないわさ。それ離婚届よ。はい。あんたに破り捨てられちゃ困るから絶対開けるなって言ったのよ。コージに言われたらきちんと書いてあげるのよ。いやいや、それなら送る必要ないですし。それにこれ中になんか硬い紙以外のものが入ってるみたいですけど。じゃあ浮気の証拠品だな。はぁ。コージの浮気相手が別れてくれって送りつけたんだ。きっと中に入ってるのはコージと女の姿を録画したテープとかボイスレコーダーとか。あなた天才、間違いないわさ。コージは浮気してるのよ。いや、あんたの息子ならどういう妄想だよ。まあコージが浮気してても、その原因はソラさんに魅力がないからってことになるよな。そうそう、コージは悪くないの。あんたがダメな嫁だからでしょ。いや、コージはそんなことしませんよ。だったらどうして絶対開けるななんて言うんだよ。あんたに見られちゃまずいものが入ってるのは確定ね。そんなわけ、私はコージを信じてます。まあ開けてみればわかるわさ。あ、ちょっと勝手に開けちゃう。はあ、だから言ってんでしょうが、うちに来たものはうちのもの。そういうこと。あ、この前ソラさんちの実家から届いたカニも美味しくいただいておいたぜ。美味しそうなカニ。それお母さんから電話で言われて楽しみにしてたやつ、もう届いてたんかい。ごちそうさまでした。てなわけでパンドラの箱開けめ。リコーン、うん、ソウルリコーン。いやー、さあさあ。もうこんな気量じゃ早く別居して永遠に別れたい。あ、何よこれ。鍵だな。浮気の証拠テープでもレコーダーでもないじゃない。一体何の。それが何の鍵なのか誰にも分からず、私と義両親が首をかしげていると。ただいま。あれ、それ開けちゃったの。別にいいけど。え、別に良かったの。電話で開けるなって言ってたのに。あー、うん、まあね、空に怒られるかなって思ってさ。それ新居の鍵だよ。新居。あん、この前一緒に見に行っただろ。ソラも気に入ってたし、もう契約してきたんだよね。ただ俺ちゃんと最終確認するの忘れてたから、見られる前にソラに説明したいと思って。勝手に悪かったかな。新居の鍵。あ、ちなみに部屋の鍵じゃなくて新居の立体駐車場の鍵な。それだけ不動産屋に忘れてきちゃってさ。それ怒ってる。全然もう大歓迎。それで引っ越しいつにする。俺仕事どうにかするからさ、来週にでも引っ越そうぜ。盛り上がってる。あ、あのコージ、まさか出ていかないわよね。父さんはそんなの許さないぞ。やだな母さん、出ていくに決まってるじゃないか。許さない。空に毎日嫌がらせをされて許さないの俺の方だよ。こんな家じゃ安心して子供を育てられないからな。子供、まさか孫。じゃあ二人で家具のカタログでも見るか。うん、コージ、私新居はカップだらけにしたいな。あ、いいね、俺カニも来た。いいね、カニ。その子、義両親は全てが嘘のように私への態度を改めたが、私とコージの意志は固く、宣言通りにスピード引っ越し、新居は教えない方がいいというコージの言葉に従って、今は二人で仲良く暮らしている。どうやって謝るから、どうか子供に合わせて。孫、憧れの孫。生まれる子供に合わせるかは奴らの考え。